皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。コロナは風邪だと、大したことないと、神経質になるなと言っていたガクトさんがですね、2021年8月、体調不良で3週連続生配信を中止していて、9月も体調不良のため配信を見合わせるということになっていて、詳しいですね、報告がないため、体調不良としか言わないため、まさかコロナになったんじゃないかという、噂というか推測も出てくるような事態になっているということです。GACKTさん、私個人的に大変好きな方なんですけれども、ただ2021年の5月にですね、5月だったかな4月だったかな、コロナもういいんじゃねみたいな、多分風邪でしょうみたいな、っていう、いや、違いますよと、コロナただの風邪じゃないですよ、気にしすぎた方がいいんですよって言って、大炎上したわけですけれども、コロナ風邪だから気にしない、もうそんな気にしてるなんて馬鹿らしいって言ってたからコロナになっちゃって体調不良になっちゃったのか、それとも全然別の原因で何かね、別の病気になってしまったのか、分かりませんけれども、もしなぜ体調不良としか言わないんだっていう、やっぱり疑問が湧いてくるわけじゃないですか。なんていうかね、もしこれでコロナになってたら、やっぱり格好悪いっていうか、だから言っただろうお前みたいな話にやっぱりなりかねないわけじゃないですか。コロナでないことを祈ります。コロナだったらいくらなんでも、もう3週間も知っていたら、普通は復帰してるはずなんですよね。もし3週経っても、もしコロナで3週経っても復帰できないっていう場合には、相当重症になっている可能性もなくはない。普通の、いわゆる軽症といっても、もう本当に GACKTさんが大したことねって言ってるような軽症でも本当にきついインフルエンザみたいな、インフルエンザよりもきつい症状なんですけれども、それだったら、10日ぐらいで大概の人は、回復するんですけれども、3週連続で9月もっていうと、もしコロナの場合はもう軽症じゃなくて、重症に近い可能性もないこともない。いくらなんでもコロナは大したことないって言ってた人がコロナになるとは思えませんので、コロナじゃない、ね、何か違う本当に、大変な病気に、なってしまったのかなっていうことで、その辺は心配されますけれども、ただその3週も生配信中止して、9月もちょっと過去の放送からやりますっていうことであれば、ちゃんとその秘書さんみたいな人がツイッターで投稿してるんですけど、単に体調不良って言うと、やっぱファンの人も心配ですし、そういうなんかね、アンチみたいな人が、あいつなんか大したことねとか言ってコロナになったんじゃねえのみたいな、そういう変な噂も流されてしまうので、きちっとこれこういう病気ですみたいなことを言った方がいいんじゃないですかねと。でないとやっぱりファンとしても3週連続中止ってどんな体調不良みたいな、どうしたの心配ですみたいなことになるわけじゃないですか。1、2週ぐらいだったら、確かにね、コンディションが悪いってこともあるのかなって思いますけど、そういう意味では、何かもしかしたらね、その病気ってやっぱりすごい、すごいプライバシーに関わることなので、なんか言えない病気とか言いにくい病気になっちゃったっていうところに、何かね、こんな病気になりましたって言っちゃうのは、確かに、プライバシー上の問題はあるのかもしれませんけれども、ただやっぱり多くのファンもいて、多くのフォロワーもいて、っていう方が3週も連続配信を中止にしてるのを、ただ体調不良ですっていうのは、ファンへの裏切りでもありますし、やっぱり心ない、コロナになっちゃって、重症になっちゃったんじゃないの、コロナ大したことねって言ってたのに、みたいなことにもなりかねないので、きちっとある程度、どういう状況なのかとか、病名なのか、報告した方がいいんじゃないかなというふうに思います。
まあ、コロナではないこと、まあ、3週、もうこれだけね、これだけ長期ってことは、多分コロナじゃないと思うんですけど、まあ、コロナだったらもうとっくに治ってるはずですからね、重症でない限りは。ただ、やっぱりコロナはただの風邪とか、いや、そんななんか製薬会社が儲けるためとか、ワクチン会社が儲けるためとか、インフルエンザや死者が少ないとか、でたらめなことを言ってた方が体調不良でもしコロナになってたら本当に笑うに笑えないので、ぜひですね、GACKT さんの発言に騙されず、コロナは本当に5月の第5波のデルタ株で分かったように、とんでもないことになっているので、いまだにコロナは風邪だとか大したことないとかって言っている嘘に騙されないように今気をつけていただきたいのと、ぜひ GACKT さんのその、もうね、事務所なのか、秘書さんなのか知りませんけれども、体調不良っていう言い続けるのは、いくらなんでも、そのファンにとっても誠実な態度とは思えないので、何かしらもうちょっと詳しい報告をした方が、ファンのためにもなるんじゃないかなと思います。